画角は。沖縄タワー。ちょっとツイキャス見れるか見てほしいから特別番組まだ配信してない野外で配信してるよ。音聞こえる？はいはい、FM那覇マイクチェック中。これもね、オッケーオッケー、いいと思う。キャスト機の皆さん、まもなく始まります。少々お待ちください。はっはっは。さあ時刻は12時になりました。トークランチョンビート、本日のお相手は私奈良蓮と、こんにちはセバスチャンです。今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけでね、外なんですけどもね、今、はい、我々がいるのは今沖縄タワーと言われるね、ハイバルの方にある、この開放高校の近くにありますね、はいはいはい、アンテナ沖縄タワーというアンテナがありまして、そこの下でこの太陽の下でね青空の下いい天気ですね、はい、眺めながらですね、はい、今日はラジオをさせていただいております。はい、爽やかな風がですね僕らのこう顔をね撫でてですねこんなラジオはなかなかないわけですけれども、はい、風だけじゃなくて、うん、直射日光です。そうですね、僕の左側もめちゃめちゃ、はい、暑くなっております。はい、はい、三寒四温と言われてね、この間ラジオで三寒四温オンオンオンなんじゃないかとか言ってね、うん、その翌日にがっつり寒いやつが来てね今日はどうなんだろうと思っていましたら、うん、一応寒いの想定してたんですね、うん、そしたらあったかい、いい春、小春日和っていうの、うん、すごいいい天気、うん、いい天気に恵まれましたね。
はい、というわけで今日はですね、なぜ我々がこの沖縄タワーこのでやってるのかと言いますとですね、はい、皆さんハザードマップっていうのをご覧になられたことあるでしょうか。沖縄防災那覇市のね防災マップっていうものがあるんですよ。でその防災マップの中でね、我々の FM 那覇スタジオ、三重橋駅沖縄通りにあるんですけども、どうなんだろうと、見てみた結果ですね、はい、沈んでるじゃないかえ、三重橋津波の時沈んじゃうのっていう感じだったんですよ、はい、いやそれはそれ予想外予想外だ、それ誰も教えてくれなかったっていうね、うん、いや調べとけよって話なんだけど、はい、うん、まあよく言えば災害の時最前線にいるラジオ局だけども、そうですよ、うん、でも悪く言えば災害の時一番最初に沈んでしまうかもしれないラジオ局なんですよ。多分そうだよ、一番最初に沈んじゃいそうだね、うん、そうですよね、うん、そうなるとですよ皆さん、我々那覇に住んでるけど那覇のコミュニティ FM 大丈夫なのってなっちゃうじゃないですか、はい、大丈夫なんです、なぜならこの沖縄タワーがあるからってことなんです、はい、我々のラジオ局がですねもしこう被災して津波なので沈んでしまった場合は、はい、我々は率先避難して、この沖縄タワーに向かってですね、はい、今こうやってこの沖縄タワーがラジオをしているように野外からですね皆さんに情報をお届けすることができるラジオ局なんでございます、はいはい、だから安心ということで、だけどもまあこれをね訓練なしでやるのは怖いということで、今日は防災訓練ということで外で防災訓練特番を行っております。はい、皆さん今日はですねちょっと車の音とかも聞こえるかもしれないし、なんだったら風の音も入るかもしれない、だって僕ら太陽の下にいるんだからっていうことなんですけれども目の前すぐ道路ですからね。そうですね、目の前すぐ道路です、はい、フェンスにフェンスに囲まれてるんでなんか動物園感あるんですけど、そうですよね、はい、うん、でも訓練ですからね、うんうん、これはちょっと皆様にもご理解いただいてですね、はい、今日は放送を楽しんでいただきたいと、なんとかですねリスラジツイキャス YouTube ライブはちょっとできないんだけどツイキャスはできてると思うんです、はい、ですから、ツイキャスからですね映像がご覧に映像をご覧になってぜひともその様子を見ていただけたらいいなというふうに思います、はい、そしてコメントもどしどしお寄せしてます、今日のトークテーマ発表してませんでした。今日のトークテーマ発表したいと思います。今日のトークテーマはその日あなたは何をしてましたかでございます。今日は防災特番ということで、311がもう近づいています、うん、311、3月11日その日あなたは何をしていましたかということで、まあこのテーマはねどこのラジオ局テレビでもねその日何をしていましたかっていうのはね散々使い倒されたネタなんですけれども、うん、いやでも毎度ねその日何をしていたか思い出すことがもう大事だと思うので、はい、やはりこのテーマでいきたいと思います。今日のトークテーマはその日あなたは何をしていましたかでお待ちしております。皆さんコメントはツイキャスのコメントもしくは FM 那覇のホームページメールフォームがありますのでぜひぜひどしどしお寄せください。その日あなたは何をしていましたかというコメント、3月11日東日本大震災の日あなたは何をしていましたかというコメントをどしどしお待ちしております。また、先ほども言いましたツイキャスから映像がご覧になりますのでご覧になれますのでぜひとも見てみてください。そしてリスラジ、多分聞けると思いますリスラジ、ちょっと外でやってるっていうこの、はいはいはい、いつもではないいつもと違う環境でやってるのでもしかしたら聞けないかもしれないんですけど、今なんとか頑張って技術班がですねリスラジから放送していることと思います。ぜひともリスラジの方でもお聞きください。それじゃあ今日のトークランチョンビート始まるよ。さあさあ時刻は12時5分になりました、はい、例のごとくトークランチョンビートは BGM かけないでトークしてるわけなんですけどもね、 BGM かけないとさ、うん、今回外だからどうみんな外の車の音とか聞こえちゃったりするのかな、はい、というわけで今日は防災特番、はい、沖縄タワーから、生放送でお送りしておりますけれども、はい、今日のトークテーマその日あなたは何をしていましたかというふうにいうトークテーマでコメントをお待ちしております、はい、コメントをちょっと読みましょうね、はい、ルルル沖縄さん、あれついに屋根なくなった屋根、まあ、屋根、うん、
そうそう、いろんなものをね、うん、失ってきましたよ、我々、うん、運営もなかなか厳しいものがありました。はい、はい、いろんなものが中古になって壊れていって、うん、FM 那覇のものがなくなっていくさなか、はい、ようやく屋根がなくなりましたということで、我々今青空の下でですね、売っちゃったのかな、はい、もう機材しかないです、あとは、うん、スポンサーお待ちしております。たけしーさん、こんにちは。今日はお出かけ放送お疲れ様です。寒くなくてよかったですね。そうなんです、ね、そうなんです。あったかい、暑い、うん、暑いですよ、これはね。僕、日焼けしてしまうんじゃないかとね、やっぱり思いますけど。はい、暑い、なかなか、うん。うん。雨だったら雨でね。あ、どうも。雨だったら雨でね。嫌だしね。うん、雨じゃなくてよかったのは一番です。寒かったら嫌だしね。うん、で、これで一番いい環境なのではないかと僕は言えると思います。はい、ルルロキナーさんコメント。沈没を実況できるね。そうですね。FM 那覇にいればね。三重橋にいればね、うん、うん、できるかもしれないですけども、いや、それはあれですね、しないですね、多分ね、我々は逃げますね、率先して逃げてこの沖縄タワーに来る予定ですね、はい、絶対危ないもん、あっちは、うん、避難するべきっていうのはありますよね。伊助、うん、さんコメント、リスラジオ OK、 たけしさん、リスラジでも流れています、ご安心ください。ありがとうございます。リスナーさんに確認してもらってる、うん、助けてもらってる。ありがとうございます。はい、まあ災害の時もね、いろんな情報をリスナーさんとかと協力しながらね、うん、やっていくと思いますし、こういうふうなこともあるでしょう。ランリーレンさん、あ、ドリフみたいに崩れたかっていやいや、ドリフみたいにね、ボン回しが流れて、ね、コメントね、みんな優しいです、本当に。ルルロキナさん、みんな優しいということで、コメントを本当にたくさんいただけてありがとうございます。というわけで、今日は沖縄タワーから防災特番を行っておりますけれども、トークランチョンビート生放送で。なんかね、地震が今日もあったようで、はい、僕が最後で出かける前は、南太平洋で、地震、そうマグニチュード 8.1 だったよ、今日の今日だよ、うん、先ほど3回あったらしいですね。ニュージーランドとかでもね、ニュージーランド、うん、あったようで、本当にこう地震っていうのはいつ来るかわからないんだなということで、はい、ね、どんな状況なのかっていうのもこれから情報が出てくると思うんですけども、なんか太平洋プレートで日本も一緒らしくって、なんか影響あるかもって言われてますよね、うんうん、そうですよね、うん、こう災害が起きた時にやはり我々としては災害が起きた直後って情報が欲しいですよね、はい、でその情報ってなかなか手元に入らないですよね、うん、被害者の被害状況とか被災状況ってどんな風になってるのかって徐々に僕ら分かってくるじゃないですか、はい、だからやっぱり情報伝達っていうところではですね、今もこのニュージーランドのこととか南太平洋のことってこれから広がっていくと思うんですが、普段から災害のことをこう身につけておいてね、はい、防災知識っていうのを身につけておけば、あ、どういうふうにこのテレビとかラジオとかから情報を取ればいいんだっていうのもやっぱり分かってくるもんですし、防災意識をですねちょっと高めていきたいっていうふうに今回のラジオでは思うんですけども、うん、ですね、まあ、その日あなたは何をしていましたかっていうコメントで今日はお持ちしておりますが、今日の大枠はですね、防災情報とか、そういったもう防災にまつわることからやっていきたいなというふうに思いますので、はい、よろしくお願いいたします。過去の地震ということで、まあ、我々3月11日にですね、防災特番やるんですよ、はい、これが他局とも連携して、うん、ネットワークで、うん、やるわけなんですけども、まあ、その311っていうのがやはり大きな地震だったっていうのは言われていて、でもその前にも地震ありましたよね、阪神淡路大震災とか、はいはいはい、たくさんの災害がありました、そういうところからいろんなことを我々はたくさん学んできた、地震、東日本大震災、阪神淡路大震災、そして熊本地震、うん、まあ、たくさんの地震の中でいろいろ学んできて、まあ、他にもいっぱいありますけれども、東日本大震災からもうすぐ10年だって時にこの間震災が来てですね、うん、てんやわんやっていう中だったけれども、避難所に行ってみるとテントで仕切りがあったりコロナ対策がされていたりとかあってよかったですよね、うん、あれね、10年前の地震からいろいろ学ぶことがあったんだみたいなことがあって非常に良かったなって、はい、そのおかげでもちろんその時のトラウマがあってフラッシュバックする子とか人とかいたんですけれども、なんとかその場被害も少なくということで乗り切ることができたっていうのがありました、うん、まあ、被害が少なくではないんだけどね、被害はありましたし死者もいました、だけどそういったことを過去の地震から学ぶっていうことでは沖縄でも学ばなきゃいけないよねって僕思うんですよ、うん、沖縄で地震が来たらどうしますかって、我々どこに行きますか、どうしますかっていうことをどれだけこの自覚があるのかっていうのをなんか示す
一応指標みたいな、指標っていうかなんかものがあるんですけれども、なんだろうね、その自主防災組織って知ってます？自主防災組織。そう、自主防災組織。はあ、どういったものですか？自主防災組織っていうのはこの地元でね、あの自主的にやる組織、この地域の人たちが集まって自主防災組織っていうのがあって、はい、近所の人とかね、近隣の住民たちと話し合って、いざという時どこに避難するとか、誘導したり、救出したり、救助したり、初期消火とかね、はいはい、避難所の運営とか、はい、避難所だってその場で誰が運営するかとかっていうのも決まるわけだからね、そういうのがあるわけですよ。そういう自主防災組織っていうのがしっかりあって、はい、災害が起きた時にその自主防災組織が率先して動いて、はい、いろいろ活動するわけなんですよ、はい、だけども、沖縄県の自主防災組織ってどれぐらいカバーしてるのかっていうのがありまして、例えば関東なんかはね、関東大きな地震が来るっつって怖いですよね、はい、埼玉県は自主防災組織カバー率っていうのが、まあ、2018年のカバー率っていうものがあるんですけれども、90.4% なんですね。なんかすごい。すごいですね。高い。感じる数字ですね。うん、岐阜県も 90.3%、はい、鳥取県 85.7%。好きな都道府県ありますか？好きな都道府県。うん、何でも言ってもらっていいですよ。埼玉でしたけど。あれ？沖縄じゃないですか？はい、沖縄は一番ですよ。うん、好きな都道府県どこですか？沖縄県です。沖縄県。まあ、他のところから行くと、大阪だと 90.6%、はい、香川だと 96.2%。軒並み90とか90近いですね。そうですね。青森県 53.0%。あ、青森県ちょっと低いかな。うん、で、他に低いところって言ったら。大都市ほど高いのかな？いや、だいたい6割超えてるんですよね。長崎でも 67.4%。こうやって自主防災組織カバー率っていうのがあって、はい、なんかまあまあ高いじゃないですか、はい、適当に奈良県行ってみましょうか。奈良県 83.7%。 あ、高い高い高いでしょ、うん、じゃあ沖縄県何パーセントなのって話。沖縄低そうだね。それだけは分かる。沖縄何、待ってよ、一郎の打率ぐらいかな。一郎の打率というと3割5分ぐらい。7割だっけ。3割5分 35%。 いや、そんなに低くないか。うん、何パーでしょう、どんなかな。まあね、5割5割5割、うん、まあそうだよね。最低でもさっき言ったのが青森県 53.0% とかね、うん、あったんで。沖縄県はね、はい、だいぶ引っ張りましたけど、はい、29.9% 低いね。あ、低いね。これがな、うん、3割もいってないか。自主防災組織カバー率っていうものがあって、うん、これがなかなか低い。やっぱちょっと普通に生活してて、うん、響きがあまりないものですからね。そうだよね、うん、なかなかないかなというふうに思います。まあ、これを見てそれが我々の防災意識の高さ低さに関わってくるかって言ったらまたそれは別の話かもしれないんだけれども、うん、でもさ、自主防災組織カバー率っていうものが、まあ、全国的に見て低いっていうのは見てわかるよね、うん、ワースト1位でしょこれ。そこに沖縄ワーストもう1個入っちゃうか、うん、一番早い、はい、一番薄いカバー率っていうことなんですよ、うん、だから僕自身も沖縄県に住んでてさ、那覇市に住んでて、はい、あんまり災害のこととか防災のことっていうのを考えてなかったのかもしれないって思ったわけ、うん、他の都道府県の人たちはもっと考えてるかもしれないし、うん、これってなかなか比べることができないからさ、わ、うん、からないんだけれども、でラジオ局にいるわけじゃないか我々は、はい、うん、でその自主防災組織もそうだし、震災ってさ、とか津波とか水災害とかいろんな災害がありますけれども、うん、備えをしていたところは助かる命が多くて、うん、備えをしてなかったところは失う命が多かったっていうのはもういろんなところから出てるものなんですよ、うん、備えをしていたら助かる命が多かったって話、うん、災害は備えをしててもその備えとかね、想定を超えてくるものが自然災害だと言われることがよくありますけれども、はい、それでもね、備えをしてた方が助かる命があると、うん、その時その備えって誰が率先して連絡するのって思ったわけ、うん、国かなとか市かなとか、うん、いやいやいや、ラジオ局だってそうだろって、うん、ラジオ局が伝えなかったら防災の時に役立つラジオメディアって言われていて、はい、コミュニティ FM って言われていて、ラジオ局がそれを伝えることをしなかったら、僕その災害の日が来た時に失う命がたくさんあったら、僕は自分がそのラジオ局でやってきたこととか、うん、悔やんでも悔やみきれないって思うんだよね、うん、だからこういうふうに防災訓練やラジオで災害を発信することで、その日助かる命がとても多くなってくれて、うん、それでその時沖縄県那覇市、まあ、沖縄県は防災の
準備備えをきちんとしていたから助かる命が多かったんですって後で言われるような県になりたいと思うわけ、はい、そういうふうに言われてる県とか町があるわけよすでに、うん、備えをきちんとしていたから被害者はありませんでしたって、その備えはこんなふうにしてましたって、うん、もうはっきり分かることなんだよね、はい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 、だから FM 那覇このラジオ局においてもそういうふうにやっていきたいなというふうに思います。今一つ話したかったのはその自主防災組織率っていうかね、うん、あの沖縄県の意識ってどうなってるのっていうのを知らなかった人はこれで大体分かってくれたのかなっていうふうに思うんですけど、うん、で、この間というか3日前に、那覇市の防災危機管理課さんに行って、あこれ那覇市でその防災のことを管轄しているところ、はいはい、その自主防災組織っていうことについて、どういうふうにしてるかっていう話をしたら、ちゃんとそういうふうにあっちが動いてね、いろんなところで自主防災組織をこう作るように、うん、啓発したり動いたりしてるんだって、はいはいはい、だけど今コロナの影響でそれができないんだって、イベントとか自主防災組織、うん、打ち合わせっていうのがなかなか難しくなっちゃったんだって、うん、それで今、そういうことができないと、うん、ああじゃあそういうことも僕ら知らなかったから、うん、じゃあそれラジオで伝えましょうよっていうような今話を那覇市として言ってるっていうわけなんですね、うん、コメントをちょっと読んでいきたいと思います、はい、コメント、長谷川淳さん今日ね、先に言っとくけど太陽の下でやってるからね、うん、モニターがほとんど見えないんですよね見えない。長谷川淳さん、池畑に入れたら避難なんてしなくて想定しなくてよかったのにっていう首里のね池畑にいれば確かにその通りでございます。する必要はなかったかもしれないけれどもね、やはりそのまあそれでもあっちはちょっと電波が弱かったのでね、うんうん、情報を届けるっていうところではなかなか難しかったんですよ、はい、ルルル沖縄さんもう10年か、長島雄介さんコメント読みします、はい、その時何をしていましたかっていうコメントのテーマで来ていました、長島雄介さん、その時東京新宿のビルの5階で仕事をしていました。背後のレール式キャビネットが私に向かって突進してきた時、生まれて初めて自分は死ぬんだなと感じました。あ、そうだったんだ。東京新宿の5階ビル5階で仕事してて、そこでも東日本大震災の影響でね、があったのか。5階だから揺れとか相当だったんだろうなって。レール式のキャビネットが私に向かって突進してきた時って怖いね。怖いね。想像できるね、容易に。死を実感したということですね。ああ、その時のことコメントありがとうございます、うん、他にもコメント読んでいきますね、はい、自転車の店タオさん、こんにちは。何このアングルってこれ広角カメラで今ね撮ってるからね、うん、この不思議なアングルになってると思うんですが、うん、はい、これが FM 那覇の持つ技術力では限界ということを分かっていただけたら、はい、今ちょっとねカメラでは、はい、ラジオ聴く皆さん分からないと思いますが、カメラではね今周りの風景をちょっとこう動かしてね、見てますけど、こんなところでやってるんですよっていうのが分かっていただけたら、はい、まあ災害が来たら多分こんな風にやることもあると思います、うんうん、ここに集まってね、はい、やるんだろうなっていう感じがします。まあ、もちろん、ね、緊急用 の、 アンテナとか、ね、災害 FM っていうか、うん、また那覇市と連携して別のやり方とかもまたいろいろあるわけなんですけど、那覇市地域っていうのは、はい、まあ、基本的にいざとなったら緊急時はここに僕らも避難して、災害情報を届けるっていうことになりますね、はい、まあ、なかなかその時情報をどうやって収集するんだとかさ、うんうん、だってここに来たところでさ、はい、情報収集が難しいわけじゃない。そうですよね、課題山盛りなんですよねただここを拠点に情報発信しようというのを決めていて、うん、こっちに情報がなかったら、そう、そうそう、一人で来ましたって言って今何も分かりませんみたいななりそうだよねでも 78.0 メガヘルツ今何も分かりませんっていう可能性もあるし、ある、今のままだったらね、うん、課題山盛りっていうことなんですよ、うん、でその後はおそらく那覇市役所の中に行ってね、災害 FM とかやったりするんでしょうね、うん、そういうふうにまだ想定とかいろんなことを確かめたり勉強したり連携をつないでいったりとかしなくちゃいけない。また台風の時みたいにね、うん、なんかリスナーさんから情報いただいたりとかもあるかもしれないです、その時インターネットがつながればね、つながれば、うん、良いんですけども、そうだね、いろいろそこからいろいろ聞いていってっていうのもあるでしょうね、はい、どこどこの地域はどうなってるとかって言ってね、どこどこのスーパーは空いてるよとか、うんうんうん、まあ、ルルド沖縄さんコメントで、沖縄地震が少ないからかなっていうコメントをいただいてまして、うん、その防災、自主防災組織のとか防災意識の低さとかっていうことだと思うんですけど、うん、はい、まあ、さっきのやつで見たらそういうふうに感じるかもしれないんですけど、はい、でも沖縄って台風が多いですよね。台風は多いですね。台風慣れはしちゃってますけどね、うん、強いんですよ災害に
でも、うん、一番怖いのは地震が来た時で、うん、沖縄のこの台風に強い建物は果たして地震に強いのかどうかっていうあれはありますけどね。あの鉄筋コンクリート造の建物なんですよね、うん、あの阪神淡路大震災の時に、うん、あの最も多かった死者、あの死因って何だか知ってますか？は阪神淡路大震災の時に最も多かった死因、はいはい、まあこれクイズですね。死因クイズっていうのもなかなかなんか瓦礫に巻き込まれたりとか。そうですね、うん、あの瓦礫圧死なんですよね、うん、あの時木造の住宅が多かった、はい、それで、地震の揺れで、木造の住宅が倒壊して、うん、その中で圧死する人が多かった、はい、それもその直後1時間以内にっていうのもなかなか多かったっていうのは後から分かった話なんですよ、うん、圧死が多かった、はい、でこの時からこの時よりちょっと前ぐらいからかな、うん、まあ、建物はちゃんと丈夫にしようということで、うん、鉄筋コンクリート造の建物を建てるというふうになったんですよ、はい、それで、鉄筋コンクリートっていうのは丈夫で、このその後も災害が起きるときに、はい、木造の住宅が壊れるけど鉄筋コンクリートの建物は壊れないっていうのは、うん、もう今でこそ当たり前の話なんですけどね、はい、それまでは分かんなかった話なんですよ、うん、そういうふうになっていったっていうのがあります、うん、で沖縄はじゃあ鉄筋コンクリートだから丈夫じゃないかって言いたいんだけど、うん、結構沖縄の鉄筋コンクリートの建物ももう古いの多くてね。なんだったら台風でちょっとひび割れてきて落ちちゃってるやつとかもね。あと緑色のこうネットを張って、これ以上この破片が落ちてこないようにしてる建物とかあるでしょ。ちょっと古い鉄筋コンクリート像があるので、ここら辺がとても心配っていうのがありますね。あとは、那覇市、沖縄県、まあ那覇市かな。那覇市独自の問題なんですけれども、余儀とか反対側の方とか行くとさ、結構入り組んだ住宅があるじゃん。道が細かったり、うん、坂があったり下り坂があったり、うん、なんかそういう入り組んだ感じの住宅街、うん、あそこあの建物も古いし、うん、ブロック塀で仕切られてるんですね、うん、でこのブロック塀が鉄筋が入ってないことが多いらしくて、うん、ちょっとそうね、こなんかそういったブロック塀にこう倒れて巻き込まれた人も結構いましたからね。そうなんですよ、うん、ブロック塀鉄筋が入ってないもので、とても危ないんですよ、うん、死者もいました地震でね、子供ですけどもね、そういった事件もある。でも沖縄でじゃあ地震が起きた時にそういうのがあるかないかって言ったらやっぱりあるだろうと言われてますよね、はい、この鉄筋が入ってないコンクリートブロック、うん、だから これには近づかないようにって言われてるものがあったりとか、沖縄が来た場合その台風に強いこの建物はどうなんだろうっていうのがですね、うん、まあ、鉄筋コンクリートだからとはいえそれに該当するかどうかもなかなか分かんないよねっていう話なんですよね、はい、うん、むしろその重いコンクリートブロックが来たら危ないっていうのもあると思います、うん、那覇市の場合ね、コメント読んでいきたいと思います、はい、長谷川淳さん、沖縄県の島々は低いところが多いからもし大津波が来たら被害は甚大。そうですね、うん、埋め立て地っていうのもあるんですよ那覇市は。あ、結構多いですよね、うんうん、見えましあっちギリギリどうなんだろうね、埋め立て地なのかどうなのかっていうとこなんですけども、あっちもね、いや埋め立て地かあっちも、うん、地震に非常に弱いし、うん、液状化現象っていうものが起きてですね、埋め立て地っていうのはその地盤が緩いですから、はい、揺れると液状化現象っていうのが起きて、はい、地盤がもう緩んで水が噴き出してくるっていう状態、うん、あれが起こることが予想されるし、那覇市のあの場所ら辺は、まあ、もちろん浸水災害、うん、川とかもありますからね、そういった危険があるっていうのが分かっているんです、だから後で話しますけれども、じゃあ那覇市でそこら辺に住んでる場合どうしたらいいんだよっていうこともお話ししていきたいと思いますけど、はい、コメントをまず読みましょうね。長谷川淳さん、稲垣先生も大変そうです。そうですね、我らが稲垣先生防災士の稲垣先生、僕も防災士取りましたけれども、うん、同じ防災士でも稲垣先生と僕とには天と地ほどの差があるだろうと思いますよ。もう実際に那覇市いろんなところ回っていって、うん、ここが危ないとかあっちが大変だとか、あ、ここにいる人たちは避難するのは難しいとか、もうそういうことを調べ尽くしてますからね。あ、分かっているけど対策をどうしようというところがなかなか難しいところでございますけど、ヨーバーさん、コメントありがとうございます。ハイサイ、お疲れ様です。ありがとうございます。ありがとうございます。三重橋の FM 那覇から首里の沖縄タワーまで最短距離で 5.4km、標高差約144m。災害時歩いたらどれぐらい時間がかかるだろうということで、コメントありがとうございます。ありがとうございます。あ、めっちゃ調べてくれてますね。ありがとうございます。これから僕らが言おうと思ったことをもうすでに言ってくれるっていうね、はい、すごいもう名リスナーですよ。ディレクターって言ってもいいね、うん、あなたはね、
5.4km 災害時に歩いたらどれぐらい時間がかかるだろうということで、うん、まあ僕だったら多分1時間で着きますけど、うん、まあ局長だと3時間ぐらいかかるかな。その時家にいたら僕首里なので近いとは思いますけど。あ、そっか。ずるいなちょっと。立地があるからな。まあでもね、うん、坂登るのはちょっと大変そうだな。坂登るの大変だな。しかも災害時は、ここは本当に沖縄でも一番ぐらい高いところにありますからね、うん、そうなんですよね、うん、災害時はね、これ大事なことでね、歩いてどれぐらいかかるかっていうことね、うん、災害時はまともな道じゃないことも想定されるし、うん、なんだったらラジオ聞いてるあなたはですね、隣にいる住んでるおじいちゃんを助けるためにおじいちゃんの肩を担いでる可能性もある。あ、その時1キロ歩くのに何分かかるのかってね、想定してみた時どうなんだろうね、うん、そういうのを事前に考えておくといいですね。事前に考えておけば、あ、このおじいちゃん抱えて歩くのに10分かかるとしたらこれ助からないなとか、うん、じゃあ垂直避難がいいなとかさ、縦に避難、うん、垂直避難というのは縦に避難するんですね、はいはい、上に上がっていくとかがいいなとか、もうそういうのが事前に分かりますから、そういう備えっていうのも大事ですね。コメント来てます。たけしーさん、その時あなたは何していましたかというトークテーマでコメント来ています。たけしーさんから、東日本大震災の時は会社のビル10階にいました。大きな揺れもびっくりしましたが、地震の後も免震構造のビルは長時間揺れ続けていて気持ち悪かったですということで、はい、そうなんですよね。知ってる人は知ってると思うんですけど、はい、高いビルはね、上の方超揺れてるんですよね、うん、プリンみたいにね、揺れることによって振動を逃がすみたいな。あ、そういうのもあるんですけども、うん、普通に揺れるっていう、うん、もうそういうものなんですよね。これなんて言うんだっけ、長周波地震じゃなくて、なんかその名前があるんですけれども、うん、すいません、ちょっと僕の頭から抜けちゃったんですが、まあ、沖縄でなかなかその超高いビルっていうのは少ないんですけどもね、そういうビルの上にいると揺れてね、もうぐにゃぐわんぐわん揺れて、動画とかで見るとね、こんなに揺れるのかってぐらい揺れるから、うん、ビル揺れのやつ本当すごいんだよね、あれね。 あの中にいる人たちどんな気持ちなんだろうって僕思ってたんですよ、うん、いや、たけしーさんだったんですね、うん、の中にいたのは気持ち悪いんだよ、やっぱあれは嫌だなと思いますね。自転車の店太郎さん、なるほど、このアングルを見たらえらいことだと認識します。そう、何かあったとしか思え、今見た人たちはね、うん、今見た人たちはFM なら何かあったんだと、建物なくなっちゃったんだと、そっちの方の心配をされているわけですかね、うん、はい、ルルローキナーさん、災害時はベンガ岳から放送するんだね。そうです、ベンガ岳から放送したいというふうに思います。そして皆さん、阪神淡路大震災の時の死因は何が多かったかっていうそのクイズなんですけども、足ということで、結構知られている方多いですね、うん、たくさん知ってますね、はい、素晴らしいなというふうに思います。じゃあそのまま行きたいと思いますけど、はい、東日本大震災、じゃなくて阪神淡路大震災が足でした。じゃあ、東日本大震災で最も多かった死因は何でしょう。やっぱ津波。そうですね、はい、水災害による死ですね、うん、というそれはそうですね、あの津波結構イメージにも残ってますよね、うん、印象にも。じゃあ関東大震災の時一番多かった死因は何でしょう。関東、はい、まあ、過去のね、地震から今ちょっと学んでいこうと思うんですけど、はいはい、関東大震災は火事。そう、火事、焼死が多かったらしいですね、うん、こういうふうに阪神淡路大震災とかその前の関東大震災、そして東日本大震災というこの震災を乗り越えてですね、我々学んでるんですよね、うん、関東大震災があったから地震が起きた時にすぐみんなじゃあどうするってなった時に、うん、火を消そうっていう考え方になったんです、はいはいはい、でもそれまではそれは当たり前じゃなかったんですよ、うん、火を消そうっていうのが、で阪神淡路大震災の時になって建物をちゃんとしなきゃ、はい、東日本大震災が来て津波の時どうするんだっていう話だったと、うんうん、でもう一回話が沖縄県那覇市、我々が住んでる今那覇地域から聞いてる方がたくさんいると思うので、那覇市のに津波が来た時のことを考えてですね、お話をしたいと思うんですけど、那覇市にその津波が来た時どうするかっていうことも東日本大震災から学んでですね、うん、那覇市は結構動いているんですよ。ああ、そうですか。そうそう、どんなことで動いていると思います。全然みんなピンとこないかもしれないんだけど、はい、結構動いてるんですよ、はいはい、何で動いてるでしょう。ん、何で動いてるでしょう。何をしてるでしょう。那覇市は、那覇市なんかこう国は何もしてねえじゃないかみたいな話よくあるじゃん、うん、那覇市ちゃんとしてますよ。なんか一軒一軒電話してる。おーおーおー、元気ですか。今日も順調ですか。はい、沖縄の那覇市の
防災機管理課ですけど大丈夫ですかって、はい、津波来てないですかって、うん、一軒一軒電話してると、うん、なわけないだろね、うん、津波が起きた時のために、はい、その地域のホテルとかと連携して、はい、避難所を作ってると、たくさんこっちのホテルもあっちのホテルも大丈夫なようにしてるということです、うん、そういう連携してるところがたくさん増えていて、はい、ホテル の, その避難所とかすで、はい、にある建物での避難所みたいなところが、はい、結構たくさんあるんですよ、うん、そのリスト読み上げるともうそれだけで1時間なくなっちゃうんですけども、はい、その、まあ、地元に住んでて津波が来た時っていう時、うん、水平避難っていうこの遠くに離れる横に逃げるっていうのじゃなくて、はい、あの垂直避難っていって縦に逃げる、要は階段登って上に行く、はい、うん、行くってことですよね、うん、それができやすいようにホテルと連携してやってるっていうことなんですよ。それがあの那覇市独自というか、はい、那覇市が東日本大震災から学んで、はい、沖縄独自ですよね、ホテル観光地だからホテルが多いっていうのも。なるほど、うん、そういうところでやろうっていうのがありましたね、うん、で海抜なんですけども、はい、先ほど那覇は沈むって言いましたよね、はい、ちょっと海抜クイズをやってみましょうか。唐突ですけど、はい、津波が来た時のね、はい、海抜なんですけど、はい、皆さんの住んでるところとかも考えながらね、那覇市の標高海抜っていうところ、うん、ちょっと話していきたいなというふうに思います、我々の FM 那覇、はい、ラジオ局、はい、海抜何メートルでしょう。1くらいじゃないですか。 1ね、まあそんなもんですよね、うん、もう僕測る気もしなかったですもん。あんなあのもう無理無理だなって思ってるから測る気もしなかったしね、うん、もういいやっていう感じだったんですけど、ちゃんとねディレクターの大城熊さんが調べてきてくれて、はい、これがね、うん、3.7 メートルって。あ、3はあるんだ。3はあるんだ。なんかちょっと安心した。そうでもないな。安心する要素はあんまないよね、うん、あの僕ね、うん、首里なので。はいはいはい、そうだよね。首里の人はいいよね。高いところに住んでるからね。はい、というわけでね、じゃあ那覇といえばみんな気になるところ他にあります、はい、あそこら辺ってどれぐらいなんだろうみたいな。那覇ね、うん、那覇といえばだ、新都心。新都心だよね、うん、那覇って言えば、まあ那覇の人たち、まあメインプレイス、メインプレイス、あそこら辺どうなってんのって、うん、那覇市民だったらみんな知ってますよ、うん、メインプレイス。那覇市のメインプレイスはどれぐらいの高さなんだろう。結構差が上るよね。結構差が上るね。新都心はね、うん。あれ何メートルぐらいあると思いますか。なん、あ、こっち側も150ぐらいだよね。140なんとか。うん。いや、ここ128。128か。うん。最後に言おうと思ったんだけど、ね。あ、ごめん、ごめん。いいんだけどね、別に。うん。ここ128だ。逆算しようかなと思って。うん、まあ、今我々がいるところが、128.8メーターの場所にいるんですよ。はい、沖縄タワー。今海抜 128.8m のところにいるわけです、うん、那覇市の新都心メインプレイスあたり50、うん、50、え、じゃあ首里はどれじゃ50じゃん。30。お、正解です。あ、那覇市のメインプレイスあたりは、うん、28.8m なんで30メートルぐらいですね、はいはい、あそこら辺近辺に住んでる方は30メートル近ぐらいってことになりますね、うん、あと那覇市といえば気になるのがね、うん、首里城ですよ。あ、首里城、やっぱ昔からね、うん、その王様というか、うん、王国というか、はいはい、やっぱ高いところ見晴らしのいいところに建物建てるわけですよ。そうですよね、うん、そんな首里城、うん、はい、高さ海抜何メートルぐらい。首里城首里の中でもまあ高いところにあるからね、うん、90。お、すごいね。あ、本当に？うん。90.5 メートルですよ。ボケた方がよかった？いやいや、ボケなくていいんですけど。全然ボケなくていいんですけど。うん。時間もないしね。あ、確かに僕のところが70ちょっとぐらいだったと思う。そうなんですか。首里城があるところはですね、90.5 メートルなんですよ。すごい。このようにしてね、やっぱりお城があるところっていうのは災害からも強いところにあったのかなと思って、うん、まあ、高ければ高いっていうところで、また今度土砂崩れとかいろんなものがあったりするわけなんですけど、はいはいはい、首里城は 90.5 メートルなんですよ、うん。首里近辺の人たちはやっぱ地元がね、高い位置にあるっていうのは分かると思うんです、うん、はい、で、災害時、やっぱりその、中心的なね、その防災機管理課もあります。はい、災害本部となりそうな、この県庁とか、はい、那覇市役所っていうところ、うん、ここら辺は海抜どれぐらいなんだろうねと。はいはい、低かったらさ、FM 那覇と変わらないやんけと。うん、いうとこなんですけど、うん、ちゃんと考えられてると思うんですよ。いや、低いでしょ。そう変わらないよ、多分。いやいやいや、そこないもんだって。イメージですよ、イメージ。FM だから。そんな低いところに建てるわけないじゃないですか。ただね、垂直避難みたいなのができそうだけどね。そうですね。あの、くぼみのところね。はい、
あの那覇市役所と県庁は、うん、FM 那覇より高いか低いかじゃ言ってもらいましょう、うん、FM 那覇よりは高いですよ。 あっちは、うん、はいはい。FM 那覇が3だから FM 那覇は 3.7 です。うんとね、はい、5。あ、5ですか。はい、正解はですね、うん、県庁市役所はですね、はい、まあ、市役所がある場所、泉崎1丁目ですね、市役所がある泉崎1丁目は、はい、FM 那覇よりは低いんですね。低いんだ。 3.5 メートル。でも県庁があるところに限っては、うん、ちょっと上りますよね、うんうんうん、あそこだけ多分泉崎1丁目から高いんじゃないかなっていうふうに言われてますね。はい、はいはい、というふうになっております。これね、リスナーの皆さん、うちはどうなのというねうちはうちはっていうね、のをツイキャスでコメントしていただければ全然伝えますよ。おしろくまが全部調べてくれたので助かります本当に。というわけでちょっとコメントを読んでいきたいと思いますね、再び。はい、ちょっと読んでないコメントもたくさんあると思うんですが、途中から読ませていただきたいというふうに思います。すいません、読んでないのがあったら大変申し訳ありません。ランリーレンさん、新潟も2度地震を経験しているし、地震から来た土砂崩れ、親子連れが巻き込まれてお母さんとお姉ちゃんが亡くなり弟が生き残るという、あ、そういうこともあったんですか。まあ、震災ですよね、本当に災害の本当に、悲しいとこですよね、うんうん、こういうことがあると、そういう子たちもたくさんいたんだろうね、うん、親がいなくなってとか、本当そういうものをなくしたいですよね、はい、命を守る動きをしていきたいですよね長谷川淳さん、那覇は入り組んだ住宅地が多いから消防車や救急車は使用不能だろう。そもそも那覇市は消防士が少なく組織的に脆弱、那覇市の状況ですね。那覇市、このコメントなんですけれども、入り組んだところに車が入れないっていうのはもう結構言われていることで、うん、長谷川淳さんの本当言う通りというか、入れなくてじゃあどうするみたいなところの問題にもなっています。はいはい、ちょっとお茶飲みますねじりじりするんですよ俺もスマホがの温度が熱いこと、やばいことになってますけど、これは熱いですね、びっくりしましたね、うん、ちょっと冷静になったら熱いってことに気づきましたね、はい、すいません、ちょっとバーって話してきたんですけども1時間しかないということで、はい、ちょっとね緩急を置かず喋り続けてきたんですが、今話していたことはですね、海抜とか、うん、避難防ハザードマップから見てどこが沈むのかとかね、うん、まあ、そういう中の話で、那覇はじゃあ津波が来た時どうするんだっていうところを話したかったんですよ、うん、那覇はですね、先ほども言ったようにホテルとか近隣のホテルがその避難所として、はい、はい、受け入れてるところがあって、いざじゃあ地震が来たってなったら近くのホテルに避難する、うん、垂直避難っていうのが海辺のところではね、はいはい、沈むところ、ハザードマップで沈んじゃうところにホテルいっぱいありますので、はい、こちら辺ではそういうことができる。あと、津波避難ビルっていうものがあるんですよ、はい、津波避難ビルっていうものがあって、そこにも避難することができるということなんですよ。避難所っていうのがね、うん、そういうふうに、あって、そこに避難することができるっていうことがあるんですけれども、これ知ってる人いましたかねっていう話なんですよ、ね、はい、局長知ってました？あ、一応知識の指定は知っています、ね、うんうん、でもどこ行けとかっていうのはちょっと分かんないですね、うん、多分ね知らない人もたくさんいるんじゃないかなって思うんですよ、うん、自分がもし津波来てね、うん、自分がどこに避難したらいいんだろうっていうことを、今那覇市在住の方とか、うん、まあ県外の人でもいいんですけど、別にその県外のじゃあ自分が住んでるところからどこに避難したらいいんだろうみたいな、うん、津波が来た時にどこから水が流れ入ってくるんだろうみたいなことも大体は予想できるんですよ、うん、川が近いとか、はいはいはい、そういうのがハザードマップというふうになっていて、そこから見ることができたりするんですね、はい、ハザードマップは他にも土砂崩れとか、まあ、そういうのとかもね、あったりとかすると思うんですけど、はい、まあ、その中で避難所という今紹介をしていたんですけども、うん、避難所っていうのもなかなか面白くて、はい、僕防災士になるまで避難所の種類っていうの知らなかったんですよ。あ、種類があるんだ。種類、うん、まあ、なんか聞いたことあるのは、うん、広域避難場所とか、うん、あとは避難所って言われるやつ、うん、これまでは知ってたんですよね、うん、でなんか調べてみるとね、避難所って種類があって、はい、1,2,3,4,5,6,7 僕が今見ただけでも7種類あるんですよ。7種類のね、避難所をね、の種類。種類。あ、なんでこんなあるんだろうね。ちょっと読み上げていきましょうか。はい、お願いします。もしみんなが知らなかったらその日困ると思うので。ね、那覇市避難所の災害時の避難場所っていうものがあって、はい、避難所の種類があると。一つ目が自主避難所と言われるやつですね、うん。これ台風の時に見るやつだと思うんですけど、はい、自主避難所というのが、公民館など
9カ所よくそのネットで公民館が僕らも読み上げますけど台風の時に、うん、あれが自主避難所と言われるものみたいですね、はい台風や大雨洪水土砂災害から安全を確保する必要がある場合に、自主避難を希望する市民などを、対象に一時的に開設する避難場所で、市役所の庁舎や公民館など公共施設指定避難所から、うん、指定避難所などから指定ちょっと最後だけんっていうのがあった指定避難所などから指定っていうまあ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 、はいはい、とりあえず台風の時にあるんだろうぐらいでいいと思うんですよ、はいはい、自主避難所というのが、はい、じゃあまあこれだけでいいんじゃないのって思うんですけど、うん、もう一つあるんですよね、はい、もう一つが7つあるんですけど、うん、指定緊急避難所っていうのがあって指定緊急避難所はい、うんまた指定ですよ、うんはい、地震や津波のあらゆる災害において災害時においても一定の安全を確保できる避難場所で緑ヶ丘公園など22箇所を指定、うん、これはまああらゆる災害時においても一定の安全を確保できると、はい、緑ヶ丘公園とかでね、うん台風の時に公園行って最あの一定の確保保てんのかね。まあ違うよな多分。そういう意味じゃないよな。いや、うん、まあ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 、まあ、まあ。ここら辺は日本語が難しいわけよ。うんうんうん、僕もどう伝えたらいいのか分かんないし、うん、普通に疑問に思っちゃうんだよ。うん、でもう一つあるんですよ、はい。一時避難所。一時避難場所。とりあえず。うん、これはですね、あ、一時だ、すみません。一時避難場所って呼ぶんですよ。地域で限定した災害が発生した場合に、うん、一時避難する場所で、うん公園などですねこれも34箇所指定されてます、うん一時避難するときは一時避難場所を使ってください、はいはい、さっきのは指定緊急避難場所と自主避難所ですね、はい、これは一時避難する場合はってやつです、はい、でまだありますよ広域避難場所っていうのが、はい、広域、はい、これ広域的に地震や火災などの大規模な災害が発生したときに、はい、一時的に避難する場所で、うん、これ万国公園とか、うん、5箇所を指定すると、はいはいはい、これがですね、広域避難場所広域避難場所って言うんですよ。何笑う？いや、何笑うとんねん。さっきね、さっき、地震や津波などあらゆる災害時においても一定の安全を確保できる避難場所に、うん、指定緊急避難場所ってあったじゃん。うん、ここでええんやんって思ったわけよ。うん、広域避難場所は、そうそうそう。あらゆる場合にのやつがあるんだから、うん、なんで広域避難場所っていうやつがあるんだろうってちょっと疑問に思っちゃった。それを答えられない自分に笑っちゃったって。いや難しいね。みんなどう思う？だってこれ指定緊急避難場所はあらゆる災害時においても一定を確保できる避難場所で公園を指定してるんだよ、うん、なのに広域避難場所も、うん地震や火災などの地震がさ火災などの大災害があった場合に、うん、一時避難する場所で公園を指定してるんだよ、うん、一緒やんけって思ってなんだこれはって思っちゃうわけよ、うん、でまだありますよ、はい、指定避難所ってのがあるんですよ指定避難所指定避難所と指定緊急避難場所ってのはまた別ですから、うんこれは避難者が一定期間滞在する場所、うん、これね滞在、滞在よく避難所で滞在するじゃん、はいはい、あの感じだ、うん、避難者に対して円滑な救助活動を、実施することができ一定の生活環境を確保することができる政令で定める基準に適合する施設を示しておりなるほど、指定しており、はい、アメック小学校など69箇所を指定、うん、これはなんとなくわかりますよ、うん、指定避難所っていうのがやっぱりそのね、あの過ごすための場所だから、はいはいはい、どう過ごすみたいなことだよね、うん、だからなんかこの中でよく知っておきたいなって思うのは僕やっぱ指定避難場所かな指定避難所かな、うんまあ、全部覚えておく必要あるのかどうか分かんないんですけど、うん、指定避難所ってやっぱ住むわけじゃんね、うん、あのそこに住むというか滞在するわけじゃん、はいはい、じゃ荷物を持ってそこに行こうってなるよね、うん、荷物を持って公園に行こうってよりかはここで生活するってことを考えたらやっぱここに行き方は知っておきたいよね、うんあとはみんなでねあの家族がどうなってるかって待ちたいわけだ、はいはい、でまだありますよ、はい、収容避難所っていうのが収容うんこれが災害により生活の場が失われた場合に一定期間避難する施設で、うん、市内の公立小中学校53校指定と、うん、あ指定と収容って違うのかこれなんかしかもさっきも学校だったよねだからね、うん、さっきは69校、はい、学校など69箇所して、はい、今回は小中学校53校して、うん、指定避難所と収容避難所を兼ねることがあるのかとかねうんでまだありますよ、はい、津波緊急一時避難施設ってあこれはもう津波限定か、うん、これは津波限定大津波襲来時に一時避難することができる市が協定締結をして、うん、締結している民間施設など、うん、メインプレイスや幽霊駅、市営住宅専門学校民間ビルなど、うん、これもホテルとかも入るのかな、うん、津波緊急さっき話したやつ一時避難場所、うん、今言ったやつだけで 1,2,3,4,5,6,7 つの避難の場所があるわけなんですよ、はいはいはい、これが僕が防災士になっても、うん
わからない。なんでこんなにたくさんあるの。このシチュエーションだとこことか。そう。うん、そんな急に避難しなきゃいけない時とか、うん、いろんなことを情報を集めなきゃいけない中で、うん、この7種類の情報があるっていうことが、うん、僕にはわからない。うん、防災とりあえず何かあったらどこに行けばまず正解なのか。そうそう。うん、僕がわからないんだからさ。うん、防災士の勉強したのに、僕もまあ頭悪いですよ言うて言うて悪いけど、でも防災士の勉強したのに、いやそんなことないっすか、いやいやいや、なんだよお前、いいやつだなそういうのじゃねえから、キレッキレですから、違うから、勉強したのにもかかわらず、うんうん、僕が勉強した中で防災士の中で勉強した避難所の種類は3つだったんですよ、うん、でも那覇市のやつ見たら7種類あると、うん、全部合わせて、うん、これ難しくて分からないのに、うん、僕その普通のね、うん、みんなが分かるとは思えないんですよ、うん、勉強した上で分かることが分からないのに、うん、っていうか僕も分かんないのに、うん、まあみんな僕みたいにバカじゃないと思うんですけどね、いや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 求めたな今、ね、いや欲しがってないよ、はい、避難所のね紹介をさせていただきました、ね、うん、こんな風に海抜とか避難所の種類とか、うん、まあいろいろあるわけですよ、はい、そんな時じゃあどこにどうやってどんな時にっていうのが、うん、その人それぞれの場所によって変わってくるので、あと要配慮者って言って、うん、おじいちゃんおばあちゃん歩けない人だったり障害持ってる方だったり、うん、そういった方もいろいろいるかもしれないっていうのがあります。今言ったどうやって行くっていうのも結構重要ですよね、うん、そうなんですよね、うん、車乗っちゃダメとかいろいろコメントをちょっと読みたいと思いますね、はい、長島祐介さん、 FM 那覇の聴衆可能エリアを広げないと伝わらない、トミグスクはほぼ絶望的っていうことで、ね、まあまあねえとかね、ツッコミどころが満載なんですけど、うん、まあとりあえず同意するのは聴衆エリア広げないとねっていうのはやっぱり思うよ、はい、聴衆エリアっていうかその電波の強さを強くしないといけないよねって、うん、なんかこれいろんなことが絡み合っていてお願いしたけどできないんだよね、うんうん、20ワットって決められちゃってるんだよね、うん、災害時の時にこれで電波受信できない人とかいたらどうするのとか、なんとかしてっていうお願いとかするんだけど、うん、いやダメだ20ワットだってなっちゃうんだよね、なんかそのやっぱ重なったりするところとか電波っていろんなとこに支障が出たりするわけです、はいはいはい、干渉し合ったり、うん、だからダメだっていうことらしいんですけど、トミグスクはほぼ絶望的っていうのがね、まあ、那覇の電波っていうのは基本的に那覇でしか聞こえないようにしなきゃいけないみたいなやつがあってね、うん、那覇は那覇だけなんですよ基本的に、ただ一応那覇トミグスクは 70% 聞けるらしいですね、エリアカバー率がビーチとか結構、うん、聞こえましたね、そうそう、330とかね、うん、もう結構開けたところかな、そう、うん、が聞けるっていうのがねありますけれども、まあだからといってってね、そんなこと言ったら豊見に怒られちゃうしね、うん、FM 豊見に怒られちゃうしねそっちは FM 豊見さんがいますので、うん、FM 豊見を聞こうということになります。自転車の店田尾さん確かに多くて分かりづらい避難所ですね、先ほど説明した、うん、確かに多くて分かりづらいけれども自分が避難する場所を想定しておくべきだね、そうだね、うん、みんながみんないつも避難するわけではないと思うんですよ、うん、台風の時にわざわざ避難する人としない人っているでしょ、うん、はいはい、する人はやっぱそういう危険なところに住んでるからすると思うんですよ、うん、だけどしないっていうのはやっぱりそういう、その家にね、うん、いた方がいいっていう、これだけどする場合はどこに避難するかっていうのはやっぱり考えておくべきだよね、はい、と思います、コメント読みしますよ、ルルロキナーさん、細かく分かれているってこと、そう、その通り細かくね、うん、分かれているようなんですよ、謎なんですけどね、僕もわからないんですけれども、長谷川純さんコメント読みします、バカが想定するとそうなるということでね、おい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 ろいろ考えてる本当にのまあね、厳しいご意見ですよ、長谷川純さんそのコメント読みしますね、はい、泉崎で警報に接したら、県庁那覇市役所パレットくもじに逃げましょう、まあ、高い建物っていうことですね、うん、はい、コメントありがとうございます、たくさん、はい、というわけでね、12時50分、我々は12時からですね、この沖縄タワーから生放送で今お送りしていてね、はい、太陽その大空の下にね今さら、されてですね、じりじりと身を焦がしていたわけですけれども、ようやくあと5分ぐらいで解放される解放っていやもう辛かったね、辛い辛い辛い、これは本当に辛い、じゃあエンディングをちょっとかけましょうかね、はい、はい、というわけでそろそろエンディングのお時間というわけなんですけど、いやいやいや、もうね、うん、ドキドキしながらこう最初ちょっとやっぱ緊張してましたいや、うん、うん、
喋ることはいっぱいあるんだけどさ、うん、1時間ってどうやっても喋りきれないなって思うんだよな、テーマ絞って。避難所の話だけでももう結構使うじゃん。うん、そうだよね。だけど避難所についても知ってもらいたいし、うん、あれについてもこれについても知ってもらいたいっていうのがやっぱりあるから、うん、難しいところなんですけども、うん、でもやっぱり地元の那覇のね情報を届けていきたいよね。コメントをちょっと読みしたいと思いますね、はい、大城熊さん、避難所もペット可能、不可な場所があるのでペット飼われている方は知っておきたいですね。ありがとうございます。大城熊もね、あの誰かに飼われているペットなんですけどもね。あの大城熊が入れる場所と入れない場所があるだろうということが想定されます。でもマジな話ね、あのペットを飼っている方っていうのは、うん、そのペットを守るためにどこに避難したらいいのかとか、うん、そのペットがちゃんと助かるのかっていう市町村によってもいろいろ変わってくるわけですよね、はい、だから、自分一人の身だったらまあいいけど、うん、飼ってる動物たちペットたちどういう風にするかっていうのもまた一つの課題になって、ペットも家族ですからね。そうそうそう、熱帯魚だってそうですよね。ね、瀬場局長もね生き物よく飼ってましたもんね、うんうん、僕も犬飼ってましたし、うん、動物大好きなんですよ。やっぱりそういう人たちね、避難の時とかどうするのかってやっぱり考えたいよね、はい、ルルロキナーさんコメント読みします。コミュニティ FM 全部くっつけてラジオ沖縄にしようか。あ、ラジオ沖縄もうあるか。言うな、やめろやめろ、言うな、もういいから、そういうのは。そういうこと言うな。あやさん、うん、うちの家族はもし津波や地震などがあった直後は絶対に互いを探しに行かない、それぞれの場所で最善の場所に向かうと、いうことをコンセンサスとしています。311の時に探しに行って津波に巻き込まれた人がいっぱいいたためっていうことです、うん、はい、なるほど。これもね、これだけでたくさん話すことがあるぐらいすごいいい話なんですけど、うん、あの二次災害っていうんですよね、うん、二次被害とか、うん、探しに行ったりとか、はい、災害時に助けに行こうとした時に再びその人が怪我してしまう、はいはい、誰かが誰かを助けようとしてる時に、うん、その人が怪我をしてしまったら、うん、その人を今度誰か助けるために、うん、どん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 人手が割かれるでしょ、うん、だから災害が起きた直後っていうのは、うん、そんなに動き回ったりしちゃダメなんだ、うん、助けに行きたい気持ちはわかるけども、はい、うん、それは助けに行きたいという気持ち以前の、うん、気持ちがあるんだったら今のうちに家族とよく話をして、うん、そういうのがあったらどこに避難するかどういう連絡をするかっていうのを決めておくべきなんだ、うんうん、お互いが探しに行こうと思ったらそれこそ大変な目に遭ってしまうっていうのがあるから、うんうん、だからあの絶対に互いに探しに行かない、それぞれのところで最善の場所へ向かうっていう今あやさんの家族が取り決めてることっていうのはものすごい大事なことだし、うん、もしかしたらこれでみんな生き残るっていう決断になるきっかけだ、みんな生き残るっていう結果になる決断だったかもしれない、はい、ということですね。はい、残り1分だと思うんですけど、大城熊さん大丈夫かな、これ残り1分ですよね。あの教えてください。ですね、長島雄介さん、それは雲が低い時です。あ、これ電波が、聞こえる時ですよね。あ、うん、それはまあ、いろいろありますけれども、なんだって雲が低い時は千葉の FM とかも聞こえてますからね。いや、ちゃんと晴れてる時に撮ってますけどね、うん、というわけで、はい、そろそろまとめということで、今回こうやって初めてですね防災訓練をしてきましたけれども、はい、またこういうのをね、あのいろんなところと連携しながらですねやっていきたいと思うし、うん、今回はこの沖縄タワーというところ、にもだいぶお世話になりまして、そして、取材に来てくれた、新報さん、タイムスさんにもお世話になりまして、はい、そして那覇市役所、まあとかね、防災機関理課さんの方にもお世話になってるし、総務省の方にもお世話になってると、こうやって地域と連携しながら、今後ともこういったみんなの防災意識を高めるような活動をしていきたいなと FM 那覇は思ってますので、はい、皆さんでもね、なんだかんだ自助共助、みんなと一緒に力を合わせなければどうしようもないことなんですよ。皆さんこのラジオを聞いてね、できたら一緒に頑張っていこうという気持ちを持っていただけたら幸いです。 FM 那覇から生放送でお送りしました、お相手は私、奈良蓮とセバスチャンでした。みんな、じゃあバイバイ、またバイバイ、来週、また来週。あはは、聞こえますか。有江さん、ありがとうございました。ありがとうございます。
外でねやってみましたけれども、いや非常にね暑いしね、これは災害時の時はこんな日の当たるところでやるべきではないね、日陰でやるべきですね。はい、ありがとうございました。それでは皆さん、また、あやさん良い番組ありがとうございます。たけしさん FM 那覇これで災害放送時バッチリですね、お出かけ放送お疲れ様でした、また来週。あやさんよかった、レン君にそう言ってもらえて安心、ありがとうございます。いやこちらこそ。伊助さんコンセンサス、ルルロキアさんコンセンサス、コンセンサスいじりすぎだよじゃあまたお会いしましょう来週の金曜日に。それでは、はい、さよなら、今日はありがとうございました。